ッシュタグ、久保田容疑者。嘘、言い方いい風に言うんじゃないよ。狙うはコマーシャル出演なんで、ヨーグルトの。おはようございます。おはようございます。よいしょ。ゴールさんって好きなものなんですか？好きなものですか？お肉です。焼き鳥が好き。あー、なるほど。野源軟骨が好きです。でももっと好きなものってありますよね。あ、ありますよ。シャインマスカット。いや、これシャインマスカット好き。こっちじゃない。ご褒美。もっと好きなでも、もっとありますよね。もっと？よくつぶやいてるものはありますか？久保田さんといえば？ヨーグルトですか？お、ということで、はい、今日の企画は、はい、キーヨーグルト。あはー、ほう。今日は、まあ、ヨーグルトを10種類用意しました。はい。5個以上出れないと帰れません。いや、5個は出られる。と思うよ、多分。ということで、はい、早速ヨーグルト当て始めていきたいと思います。いけるかな。なんで一番下だけ夏みかんソースって書いてあるんですか？売ってなかった。だから一つだけサービス問題みたいな。言い方いい風に言うんじゃないよ。5個を正解できなかったら、うん、ハッシュタグ久保田ヨーグルトソースです。嘘。さすがにね。卒業？卒業です。久保田ヨーグルト卒業。やばい。ちょっと気合い入れますね。だって最近さ、あれだよ、ジュレグルトさんから100個ぐらいヨーグルトもらったばっかなのに、ちょっと卒業できないから頑張ります。久保田ヨーグルト卒業するわけにいかないんで、狙うはコマーシャル出演なんで、ヨーグルトのそこに行けるまではちょっと久保田ヨーグルトやめらんないんで、頑張りたいと思います。なんだかドキドキするね、目隠ししてやるの。わかるのかな。あ、はい、はい、おいこす。いやいや。食べましょうか。食べただけでわかった。わかります。おいこすは形が独特だから、下の丸みのフォルムとちょっと平べったい感と、あとこのプラの容器でわかる。あとこの刺さってる感覚の重さ、ほら重い、ギリシャヨーグルト特有の重さで、オイコス。え、でもオイコス、え、これ合ってます？自分の口がどこだかわかんないですけど、ここか。うん、オイコスの加藤で。開封します。はい、外していいですか？正解こちらになってます。はい、正解は、はい、オイコスの加藤でした。美味しい。よく食べてるから多分すぐ分かるんだと思う。やっぱり特徴はその重量感ですか？うん、この重量感と、ギリシャヨーグルトって水分量が少ないからもたってしてるんですよ。もたつきがあって、であとはこのパッケージのプラの感じと、あとこの独特の形です。持つだけで分かるとは思います。じゃあ2個目いきたいと思います。お願いします。怖え。あーあ、分かん、もっはい、はい、ビフィックス。お、理由は？匂い、なんかこんなような匂いだった気がする。でもちょっと、な気がするんだけど、どうだろう、わかんない。食べてみます。ちょっとわかん、乗ってます、これスプーンの上に。乗ってます。いただきます。あ、ビフィックスだと思う。ビフィックスってプレーンでも甘いんですよ。多分砂糖入ってるのかな。なんか甘い、すごいスイーツ的な甘さがあるんですけど、軽い感じ。寒天とかで固めてるんじゃなかったかな、確か。普通のヨーグルトよりも乳成分とかは分かんないけど、ちょっと独特な
食感というか軽さがあるイメージ。なんでビフィックス？じゃあ、アイマスクを外します。はい正解出ました。次からもうパッケージでは絶対わからない。本気出してよね。まだ2問目ですからね。まだこの時ですから、はい、焦ってない？なんかちょっとあれですね。何？5個以上っていうルールは考えた方がいいかもしれない。おー、カットすんなよ。絶対カットすんなよ、そこの部分。3問目いきましょうかね。いきましょうか。はい、じゃあちょっと難しめかもしれません。3問目いきます。怖い。あー、うーん、わかるかな。はい、いただきます。あ、悩む。今何で悩んでます？二択って、ちょっと待ってください。え、あ、でもこれじゃ分かんないんだよな。ちょっともう一回。あ、二択で R1 と LG21 で悩んでて。おお、すっごい似てるんですよ、その二つ。ケージも似てて、色が違うだけなんですよ、赤と青で。どっちだろう。わかんないから噛んでいきます。R1。 じゃあマスクを外しますね。はい。あー、悔しい。LG21 の方だった。いや、でもよく2択まで絞りました。ドキドキしましたね。めっちゃ似てるんですよ、その2つって。確かに、まあ、ちょっと健康っぽい。あ、そう、それでは近いのか。近い、めちゃめちゃ近い。とパッケージもほぼ似てる。だって両方とも明治が作ってるんだもん。なるほど。ああじゃあ4つ目いきます。わお。わあ、匂い嗅ぐの変な人ですよね、完全に。いいでも。ああ、はい。あ、もう答えますか？あ、はい。ガセリわかんない。え、ガセリじゃないかな。え、でも味粉なんだったっけ。え、プラだった気がするんだよね、ガセリ。え、違うかな。え、違うかな。はい。あ、違う。R1 だ。この LG ガセリですね。 LG から続けて、続けるとむずいかも、わかんなくなる。じゃあ次の、はい、じゃあ5個目です。はい。プレーンじゃないんだよな、これ。これかき混ぜて食べてもいいですか？どうぞ。やっぱ美味しいな。めちゃめちゃ夏みかんの味するんだよな。おかしいな。おかしいな。プレーン食べてたんだけどな、さっきからずっと。じゃあ答えは何ですか？バルテノの夏みかんソースでお願いします。あ、こっちだ。はい。これはしょうがないですね。味があるんで、言ってなかったんですよ。でも入れた瞬間の重さと、パルテノって作って裏返しにしても落ちないっていう、なんか歌い文句みたいなのが発売当初からずっとあって。じゃあ一般ソースが入ってなくてももしかしたら。あ、多分分かったと思います。オイコスとパルテノって同じギリシャヨーグルトなんですけど、滑らかさが違うんですよ。へえ。6個目いきたいと思います。はい。ああ、この匂い知ってる気がする。あ、うん、うん、はい。食べてた。はい。ソフール。お、どういう匂い？甘い系の匂いと、あとなんかソフールも確か寒天とかゼラチンとか入ってるから、
なんか混ざらない感じ、このなんか混ぜようとした時に混ぜた感触で、うん、なんか反発される感じ、若干ゼリーとか寒天とかに近いような入ってる成分も見て、なんか一時期ハマってて見てた時があって、これはすごい、これはすごい、これはすごい、うん、うまい、間違いない、多分だと思います。はい、じゃあマスクを、はい、よし、うわー、すごいっすね、さすがですね、よくそんな当てられますね、入ってるほら、ゼラチンとかってやばい、それリーチかかりました、あ、あと1問、帰ろう帰ろう、当てて帰ろう。でもなんかメーカーとかあるんですか、好きなメーカー、でも私がこのヨーグルトにハマったきっかけが、明治が出してた濃くて美味しいヨーグルトみたいな名前の昔売ってたんですけど、はい、バニラヨーグルトを食べた時にうんまって思ってハマったんですよ、それがめちゃめちゃ美味しくてヨーグルトにハマったんで、クボタヨーグルトの起源ですね、起源は明治さんが出してたそれかなって感じです、すごい喋ってますけど白目で全然内容が入ってない、なんでよ力説してんのにこちとら、じゃあ7つ目お願いします、はい、あと何が残ってんだ、うわぁ、あーこれだ、これだったんだ、最近食べてないから分かんなかったな、これだこれだよ、このデコボコだよ、ガセリは一応食べますね、売ってんのかな、いただきます、うん、ガセリで特等でしたね、これだ、最近食べてないから忘れてた、いいですか、はい、うわえ、ガセリも確か寒天とかゼラチンとか入ってる、あ、入ってます、成分読むんですよ、ほんとすごいすごいな、じゃあ見事7問中5問正解で当てました、さすが久保田ヨーグルト、イエイイエイ、ちょっと簡単すぎましたか、あーでもLG20 と R1 が当てられなかったの悔しいですねそこ難しいんだよな、そこでももしかしたらその手元にある紙なくてもいけました、いけたかな、いけたかもしれないですね、だってもう持っただけである程度もういくつかに絞られてるもうこっちは怖くてしょうがなかったですよね当たらない方が僕らは心配だったんですけど、でしたね、そんな心配する必要なかったですねすぐ当てられるかなと思ったんで当たった、やったいただきます、でもこれはマジ舐めてる、パッケージでそんなのすぐ分かるに決まってんじゃんって感じ、これはちょっとね、さすがにこれとかちなみにそれぞれなんかどんな味わいとかありますか、あー生乳はあれです、とてもトロトロしてて、ね、本当にもう滑らかって感じで濃厚ってイメージで、ブルガリアは誰でも食べやすいっていう、結構酸味も甘みも程よい感じで、ビヒダスも同じ感じなんですけど、ビヒダスの方がなんか粘り気がある、混ぜると、でもどれも美味しいヨーグルトですじゃあもしまた次回ヨーグルトやりたいってなったら逆になんかもうちょっとこういうの用意してこいってなるか、まずはあのパッケージから出すことからにしたらいいじゃないですか、お皿に持った方が多分分かんないと思います、こんなに分かると思わなかったですね、回っただけでプラスチックだとか、そうですね、そんな素材まで言い当てられてたら思わなかったですね、久保田ヨーグルトのハッシュタグやってもう何年ですか、もう7年ぐらいやってるんで、ね、パッケージ渡されて目隠しぐらいじゃもう基本的には絞れちゃうんで、次はちゃんとお皿もね用意して、もっと私に分からないように難しい問題で出してもらえたら嬉しいのでよろしくお願いします、すいませんでしたイエーイ